福山市の夏休みでコスパがいい場所、若い人とかさ、まあ金はないけど時間はあるんよっていう 人たち向けに、おすすめしたい場所、福山周辺でね、っていうのをちょっと考えました。まあ自動車があるかどうかとかにもよるよね。まあ、とにかく自動車がない場合、電車移動になるじゃん。じゃあ、電車で言うと、まあ、福山駅とかだったら分かりやすいかな。で、じゃあ、とりあえず福山駅周辺で言うと、結構ね、あの辺金かからずに、観光というか、まあ、福山市民が観光と思えるかどうかは分かんないけど、まあ、外から来た人にとっては割と回れるところがあって、まず福山城じゃろ。福山駅北口、今、福山城口っていうのかな？そっちから出て、で、北側にちょっと歩いたら、もう見えるからすぐわかるわな。で、福山城、その敷地に立ち入るだけなら別にお金かかんない。で、博物館の中に入るのにお金かかるだけ。で、結構、あの周辺、ぐるっと回れる作りになってるから、結構いいと。で、あと美術館がその横にあるよな。で、福山城のさらに北側に三蔵稲荷神社っていう神社があって、んで、さらに北、もうちょっと北側、北でいいかな。北側に備後護国神社か、がありますよと。まあ、もうちょっと行ったらあれもあるんだけどね、牛虎神社っていうところがあって、んで、そこは、季節によって、牛虎神社は、季節によって、今風鈴やってるかな？なんか階段登ったところに、門があるんよ。で、その門の、なんて言うんだろう、天井部分みたいなところに、夏だったら風鈴とか、で、他の時期、季節忘れたけど、風車が飾られてたりとか、秋かな？なんかそういうふうにあと、鯉のぼりもあったかな？ あったかな？なんか、まあ、とにかくそういう飾りをやるところがあって、やってて、で、あと、手水舎も結構きれいに飾ってたりするから、で、去年か一昨年くらいにその牛虎神社は、マツコの知らない世界で取り上げられたんよ。で、それからめちゃめちゃ参拝者が増えて、その取り上げられてすぐの時すっげえ人がいた。そう。まあでも、福山駅から歩いたらちょっとあるかな。あっこの近く。八幡宮。八幡神社かな。八幡神社。八幡宮っていうね、あそこね。まあ割と近いところ。まあ駅裏からちょっと行ったところかな。くらいかな。福山駅周辺、あとあっこもいいよ。金かからないところで言うと、アイネス福山の屋上庭園。あそこもいいよ。エスカレーターで上がれるんだけど、エスカレーター、あそこ2個あって、フレスターが地下にあるんだけど、そのフレスターの近くの、エレベーターからじゃないと屋上庭園まで行かれんのよ。もう一個の方からじゃ行かれないから、そこだけ注意してもらって。屋上庭園は入園料とかはもちろんいらないので、そう、なかなかいいですね。で、昭和レトロな雰囲気が好きな人とかは、ジョイ船町の商店街とかさ、あと、あそこ何？福山本通り商店街か。で、ジョイ船町渡り切って左曲がってまっすぐ行ったら、その福山本通り商店街になるんで、あそこの雰囲気とかも結構いいよね。まあ、特にな、なんか大きいものがあるっていうわけじゃないけど、そう、雰囲気楽しむくらいの感じにはなるかな。で、自動車がある人、あとバスでも行けるか、鞆の浦に行くっていうのも結構手かもしれない。鞆の浦だったらバスで取るわな。でもバス代かかるけど。で、バスでも直で、何？メインのところまで行けるから、鞆の浦の。で、平成いろは丸っていう、
潜水島に向かう船に乗るのも、あれ、数百円でしょ、片道。あれも安いし。で、潜水島今も泳げるんかな？なんか海水浴場とかキャンプ場とかあったけど、ねえ、ちょっとそこ調べないといけないけど。鞆の浦も、どこ見るって常夜灯とか、まあおすすめは、あっこかな。まあ風景とかになっちゃうけど、なんていう、資料館みたいなのが山の上にあるんよ。山丘くらいの高さの、普通に階段上がっていけるんだけど、そこから見る鞆の浦の風景がめちゃめちゃいいね。そう。まあもちろんそれも風景見るだけなら金かからんわな。金かかりませんわな。で、車がある人だったら、ファミリーパークは、あっこも金はかからんわな。結構金かからんとこいっぱいあるな、福山。ファミリーパーク言うて、あれ、グリーンラインのところね。そう、沼区まで抜ける道の。とか、別の動画でも話したけど、あそこ、笠岡のベイファームのひまわりとか、あそこも入園料とかいらない割に結構な規模じゃん。で、季節によってまた違うのが植えられてたりするしね。そう。そのあたりになるんかな。まあでもだいぶ被るな。他の動画で喋ったのと同じような感じになるけど、弥勒の里じゃない、弥勒の里もええけど、メモリアルパークも普通に遊ぶだけなら金かかりませんよね。そんなところなんかな。なんか、なんて言うんだろう。観光とはまたちょっと違うけど、福山からさ、尾道まで電車で行く時のさ、もう夏のなんていうの、電車から見える海がすごい好きなんよ。あれは結構一見の価値ありかなと思うね。まあ、尾道行ったら行ったで、普通に歩いてね、千光寺まで行ってもいいし。まあ金、普通に、普通はあれ、大人はもうあれで行くじゃろうけど、なんていうの、ロープウェイで、千光寺まで行くか、まあ、車であれで行くだろうけど、千光寺公園の上の駐車場ね、直で行くだろうけど、元気な人は歩いて行ったらいいんじゃない？展望台もね、ちょっと前に新しくなってさ、ちょっと前、数年前か。生きてないんよね、それがまたね。まあ、そのあたりかな、コスパで言うと。てか、まあちょっと金出せばいいけど、ちょっと金出せば弥勒の里とかも安いよ。コスパで言うとだいぶいいんじゃないかなとは思うけど。そんなところ。まあなんか、まあでも言うとあれだね、夏に限らずだったね。今話してみて思ったけど ベイファームのひまわりくらいか。まあ、笠岡じゃけどな。あそこ行くってなったらどうなるんだろう。あっこ車、原付とかだったら余裕じゃけど、自転車とかだったらだいぶ遠いよね。どこに住んでるかにもよるけどね。大門からとかだったら近いけどね。そんなところなんじゃない？まあ、海行くんなら、コスパを考えるなら、コスパ考えないならクレセントビーチで入場料払ってたけど、金かけずに行くんならやっぱり横島とかになるだろうしね。岡山の寄島とかって泳げるんかな？あそこにも海あるよな。海あるけど泳げるんかどうなんかわかんないな、あそこな。川？あとあれだ。そう、忘れとった。これを話そうと思って撮り始めたのに、山の郷とか、山の郷のキャンプ場って、あ、こう川もあったよね、確かね。で、山の郷のキャンプ場って確か、以前よく行ってた時は、なんていうの？テントとか自分たちで用意したら金かからなかったような気がするんよ。え、かかってないよな。かかってないような気がするんだけど、そう、山の郷とかいいね。山の郷とか、まあそんなところかな。 またなんか思い出したらあれ言うかもしんない。
なんかちょっと気軽に立ち寄れるところが、まあ駅前とかだったらね、あれだけど、鞆の浦とか本当、夏の鞆の浦結構好きだけどね。仙酔島、まあ特に大きい何かがあるわけじゃないけど、やっぱ雰囲気を楽しむものような、ああいうところとかはな。鞆の浦結構なんていうカフェというかさ、なんか若者も気に入りそうな、なんか食べれるところがいくつかできてるから、立ち寄ってみるのもいいかもしれない。渡船場のところにシオンっていう、あれカフェなのかな？カフェ&ギャラリーみたいなところ。2階のところにあるところ。あそこから平成いろは丸を見ながら、何？コーヒー飲んだりできる。あっこの風景をすごいいいなと思うよ。ですね。そんな感じですね。また何かあれば、動画にするわ。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。では、終わります。ありがとう。